届け。愛の歌は、TBS テレビ制作により動画配信サービス、パラビにて2020年7月6日から7月10日まで5夜、連続で21時30分により配信された、配信ドラマ。略称は、とと愛。新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴う、自粛生活の中で、小さな印鑑やの社員たちが開いたリモート飲み会を、舞台に繰り広げられる。 様々な人間模様を描いたリモート風連続ミュージカルドラマ。服部隆幸作曲、編曲、音楽監督、森ゆきの城作詞。主演は、生田恵里花。パラビにて配信の、前後話に、メイキング映像を加えた特別編が、BSTBS にて2020年7月12日の13時から14時54分に放送された。ミュージカルドラマ、届け。 愛の歌メイキングが9月15日からパラビで配信。コロナ禍により人々が触れ合うことのできない異常事態の中で様々な手法におけるエンターテイメントが創作され始めている。本作の制作チームはまだ手がつけられていないミュージカルに着目し、リモート設定の中にこそ音楽による自然な表現が視聴者に新たなる体験を届けられるのではないかと考えた。 企画から本番まで数ヶ月から数年かかるミュージカルだが今回のドラマに与えられた期間はわずか2ヶ月すべてにおいてスピーディな展開が求められる中で日本を代表する音楽スタッフやキャストがこの企画に賛同したことで本作の制作が実現した劇中で使用されるミュージカルナンバーは作曲、編曲を 服部とり作詞を森ゆきのが担当する。町の小さな印鑑や、真壁印象では、社員の吉沢望七氏は、先輩社員の大田友人と互いに素直になれず、反発し合い、営業部長の松倉純は独特のユーモアを発揮する、ものの仕事はさえない。社長の真壁陽洋一郎と妻で副社長のゆかは、別居中で、 経営危機に頻した、まかべ印象の存続をめぐり対立している。新型コロナウイルス感染症の感染拡大で、日本中が自粛生活を送る中、ゴールデンウィーク前日の四月二十四日金曜日に、突然社員たちのもとへ、リモート飲み会のメールが届く。各々の,の問題を抱えた個性的な五人が介した、リモート飲み会で、まかべ印象の存亡と五人の運命や恋の行方を、 巡って、物語が展開する。突然チャンスはやってくる。みんな空を見てた当然ハートは燃え上がる。いつだって、SO、素直になりたくて、劇中劇、あなたがロミオ恋人の扉みんな空を見てた、リプライズ。ありがとうございます。